蹴り技は、格闘技、武道、武術において様々な方向へ足を繰り出すことにより、攻撃と防御を行う技術の総称である。キック、足技、宿撃技とも呼ばれる。基本的には立ち位置から片方の足を相手めがけて繰り出し、打撃を与えるものであるが、跳躍して足を当てる蹴り方、両足を揃えて、 相手に当てる蹴り方、寝た状態で足を払う蹴り方、敵のすねや膝の骨を踏み寄るなどといった変則的な方法もある。倒れた相手を踏みつけることも蹴りの一種に入る。また、狙う部位については、筋的蹴りなどの急所を狙うものもある。足は、手よりもリーチがあり、常に体重を支えていることから、腕の数倍の力があるため、主義よりも足技の方が威力が大きい。その反面、 手ほど自由に動かせないので、精度にかける立ち位置から蹴り技を放つ際には、軸足のみで一歩に足立ちの状態になるためバランスを、失しやすい、などという欠点がある。足技を主体にした、武術、格闘技にはムエタイ、サバット、テコンドー、カポエーラ、低い位置での足技を多く使う、敵脚、中国武術の八見手のひら等がある。空手、中国拳法においても重要な攻撃方法である。 一方、ボクシングのように蹴りが原則として認められていない、格闘技もある。前蹴りをケけドを回し回転蹴り前蹴り突き蹴りをし、蹴り前蹴りには、上段、中段、下段とあり、一旦膝を突き上げてから、足の指を反らせた足の裏で蹴る。前蹴りは空手、ムエタイ、キックボクシング等で相手との距離を取る、目的等で使われる。後ろ蹴り、逆蹴り後ろ当て上段、中段、 下段とあり、バックキックとも呼ばれる。足の裏全体を攻撃する部位に当てるようにするよりも、かかとを攻撃する部位に当てるようにすると相手により、ダメージを与えることができる。後ろ蹴りでレバーを蹴る際、足を伸ばした状態で蹴るよりも足を曲げたまま蹴りを、当てた方が威力が増大する。横蹴り踏み蹴り、空竹蹴り上段、中段、下段とあり、相手に対して自分が横向きになって蹴る。 かかとで蹴る方法と即答で蹴る方法がある。リーチ差のある相手にも有効な攻撃である。回し蹴りのぎ蹴り上段、中段、下段とある。ガリ蹴り上段、中段、下段とある。飛び蹴り一旦中空に飛んでから蹴りを出す。絶妙なバランス感覚が必要。数種類ある。ライダーキックなどがある。ひねり蹴り真後ろ相手に対して蹴りを入れる。柔軟さが必要とされる。 かかと落とし瞬時に片足を頭上に上げると同時に、脳天もしくは肩に打ち下ろす。柔軟さはもちろん技術も必要となる。空手の選手が得意とする場合が多く、アンディフグが得意技としていた。テコンドーにも空手から伝わったネリチャギの名称でよく知られるかかと落としが存在する。膝蹴り膝当て差し蹴り肘と共に、人体で鋭利な武器とされる膝で蹴る。直撃であれば、ダメージが大きい。 組みつかないで蹴る蹴りを、天下をと呼ぶ。総合格闘技などでは、グラウンドでも用いられる。二段蹴り最初の前蹴りはフェイントで、その蹴り足を下ろした勢いで飛び上がり、反対の足で前蹴りをする技である。突き返し蹴りブラジリアンキック普通のハイキックからさらに、膝が下を向いた状態になるまで股関節を内線させて、蹴り足を振り下ろす。普通のハイキックと異なり、円を描くような軌道で、 相手の頭上から足が落ちてくる。股関節の柔軟性が要求される難度の高い技。この技を開発した極神海艦ブラジル支部の選手たちが得意技としたことからブラジリアンキックと呼ばれる。619セカンドロープに相手の上半身を持たれさせた状態で助走をつけてロープに駆け寄りトップロープとセカンドをつかんでジャンプし両足を ロープの間をくぐり抜けるように回転させて、相手の顔面を両足で蹴りつける。内ン蹴り、リングスオランダのハンスナイマンが得意技としていた伝統派からって由来の上段回し蹴り、中段を一度蹴って膝から下の足が上に伸びて上段を蹴る。センチャイキックナック萌えのセンチャイ PK、センチャイムエタイジムが使う技でリングに手をついて放つハイキック、カポエーラに同様の技があるが、 古式タ隊にもある技である、ショータイムキック総合格闘家のアンソニー・ペティスが、考案した技で一度飛び上がって、金網を蹴りその反動を利用して、相手の顔面にハイキックを入れる技、プロレスにおける三角蹴りに近い、サソリ蹴り伝統をからってでしばしば用いられる技で、松久伊佐が、創始者とされる、相手と密着した状態などで背中から足を回して、蹴る。 三日月蹴り連続蹴り払い蹴り、相対相対、素早くしゃがんで、相手の足を払うように蹴る。内回し蹴り、外回し蹴り掛け蹴り、逆回し蹴り、裏回し蹴り蹴り足のかかとを狙うポイントに対して45度ほど、外に出して外からに内に向けて、半円を描きながら、膝のスナップを効かして蹴る技である。この技は柔軟性を必要とするため、身体の硬いものには適していない。 伝統はからテや伝統はからテをルーツに持つ北米のキックボクシングなどでよく用いられる、同回し回転蹴り浴びせ蹴り身体を縦回転、または横回転してかかとを相手の顔面に打撃する技。元は1977年4月にハワイで開催された日本代表極神海艦チーム対ハワイ代表チームというフルコンタクトカラテの対抗戦に出場した千葉真一が、 対戦相手である、全アメリカ東海岸空手チャンピオンの、グレッグ・カーフマンという180センチメートル以上ある、黒人に前方中返りして、かかとで蹴りを入れたことが由来である。翌年の第10回オープントーナメント、全日本空手同選手権大会ではに宮城光が、柔道の前回り、受け身を参考にアレンジして継承して横回転の道、回し回転蹴りをした。その後、緑賢治、 塚本徳尾ミラに受け継がれたが、緑は横回転、塚本は縦回転で駆使した。すり蹴り跳ね蹴り旋風脚炎五円5では、トルネードキック、360度キックと呼ばれている。全身で回転力を加えながら、片足で飛び上がって蹴りつける技。後ろ回し蹴り踏みつけ踏み蹴り、ストンピングとも呼ばれる。倒れている、相手の顔面や水落ち、手足の関節といった急所を踏みつける。 双方が立っている場合は、相手の足の甲を狙うのが有効とされているが足を踏みつける行為を認めている競技はほとんどないが、総合格闘技では組み合った状態などでしばしば用いられる。なお、空手にも倒れた相手への追撃として、下段速頭、下段かかと蹴りなどが存在する。総合格闘技では、シュートボックスアカデミーの選手たちが得意とし、特にマウリシオ将軍は、 踏みつけ対象群の異名を取り、倒れた相手の顔面への踏みつけを得意技としていた、サッカーボールキック文字通り、倒れている相手の特に頭部をサッカーボールに見立てて蹴り込む技。踏みつけ、サッカーボールキックは一部の総合格闘技を除き、禁止されている場合が多い、関節蹴り前蹴り、または横蹴りで立っている相手の膝関節を正面から踏みつける技。 的確に決まると、相手の膝関節に大きな損傷を負わせることができる。危険であるため、ほとんどの競技で禁止されているが護身術としては有効な手段と言える。グレーシー一族が牽制に用いたり、ジョン・ジョーンズが対応するなど、総合格闘技ではしばしば用いられる。筋的蹴り相手の筋的に向かって、前蹴りや膝蹴りを当てる。 男性相手なら決まれば悶絶するほどのダメージを与えられるが、ほとんどの競技でローブローなどとして禁止されている。場合によっては、ショック死も十分あり得る危険な攻撃である。キックボクシング、ムエタイ、総合格闘技で起こる、近的下痢は大抵は偶発性のものである。一部の空手、憲法等では合法であったり、形として残っている。近的攻撃の有無にかかわらず、 ほとんどの打撃系格闘技では、近的蹴りから守るためのファールカップの着用が義務付けられている。サマーソルトキックコーナーに持たれている、相手の胸部付近を蹴って後方に宙返りする技。サマーソルトキック自体は見せ技としての要素が強く、相手にダメージを与える技ではない。その他カポエーラなどには側転を蹴りにする技や片手を、地面に突き体を支えて、両足を跳ね上げて、 顎を蹴るなどトリッキーな蹴り技がある。ありがとうございます。